おはようございます。3月20日の目覚まし土曜日です。今日は春分の日ということで祝日です。普段見られない方もね、ぜひゆっくり見ていただきたいというふうに思いますが、はい、さあこちら見ていただきましょうか。フジテレビの前にある桜なんですが、もう新のニュースからお伝えします。明日で解除される1都3県の緊急事態宣言、一方で各地でリバウンドが懸念されています。個人情報保護委員会が LINE に報告を求めました。僕もテレビで見ていたんですけれども、はい、改めてやっぱり甲子園っていいですね。いいですね。はい、いや本当そう思いました。はい、であの島貫キャプテンの選手先生、2年分の甲子園という言葉にグッときたんですけれども、去年やっぱりこの中止を聞いて泣き崩れた先輩たちを見ている、このね、後輩たちが先輩たちの分も頑張るっていうメッセージが込められてましたよ ね。そんなこうコロナ禍でのですね、今回選抜ということになりますけれども、はい、まあ、久慈さん、はい、いろいろな対策がされているということで。そうなんです、はい、こちらにまとめました。まずチケットなんですが、前売り券のみの販売、対面での販売をなくしたということなんです。そして入場者数を制限していて、上限は1万人、で大きな変化といえばアルプススタンドなんです。生演奏が禁止されまして、今回認められているのが、ね、あのキーホルダー作ってましたよね、甲子園の土の、はい、今年は何かあるんですかね。そうなんです、大会関係者によりますと、球児たちに甲子園の土を送る方針だという。あ、そうなんだ。はい、まあ、いろいろとこう、まあ、制限はあるものの、やはりこう甲子園をやるっていうことに非常にこう意味があるのかなというのは思いますね。北海の木村投手もね、途中まで本当素晴らしいピッチングだった、はい、やっぱ146球投げましたけど、やっぱり練習が、ね、なかなかできないという環境もあるのかもしれません。ちょっと球威が落ちましたけど、はい、夏も楽しみです。はい、これからの熱い戦いに注目です。続いてはこちらです。フォースでした。9時45分を回りました。ここからは今週1週間で話題になったニュースをお届けするバズニュースです。11万円超えのある業務用商品、2日で完売、人気の理由とは。日本のデパートって書いてあります。アミューズメントパークみたいで面白そうな場所ですね。ここ訪れたのは先月池袋にオープンしたガシャポンのデパート。中へ入ると、え、すごい、こんなにいっぱいガシャポン見たことないです。私ずらっと並ぶカプセルトイ機、その数なんと3000台以上。おととい、家族がいろんな場所にあるので感染対策もバッチリですね。施設内にはアルコールスプレーが各所に設置され、安心して楽しめます。最大の魅力は何といってもその豊富なラインナップ。中にはすごい、コンビーフのエコバッグになるんですね。で、これ便所サンダル、でバスの降車ボタンあります。限定していいんだな。思わず立ち止まってしまうアイテムがたくさん。ここで番組が選んだ変わり種を紹介。まずはほっこりおかんバッジ。お母さんから来るほっこりラインのメッセージをバッジにしたもの。開業の位置が謎すぎて一見意味が分かりません。この量って変換ミスらしいです。さらに缶詰リング、中身のコーンも缶詰の部分も指輪にできてしまうんです。そしてこちらは家の呼び鈴、その名もダッシュ無用ピンポン。あまりのシュールさに、佐野さんのこと呼ぶときこれ使いたいと思います。なんで他にも1500円の商品やここでしかゲットできない限定商品もあるなど、まさにカプセルトイのデパートなんです。そして500円を手に、くじアナが本当に欲しいカプセルトイを厳選。あ、すいません、私です。どうしようかな。待って、3000台もあると本当に選べない。選べないよこれ、難しいね。
数十分かかりやっと一つ目を発見。わあ出てきた。なんだろう。いちごの豆乳のポーチだ。リップとか入れてもいいです。これ実用性あるからいい。残るは200円。見つけたのは石2枚だ。石2枚。いいですか。石に見えるケース、赤い石だ。えほらすごい。ケースだ。クリップとかこれに入れます、うん、子供から大人までワクワクするガシャポンのデパート。お気に入りの一品が見つかること間違いなしです。緊急事態宣言土曜日ではインターネットを通じ緊急事態宣言解除後の意識について1都3県の住民300人にアンケートを行いました。今回の宣言解除は妥当かという質問におよそ4割の122人がいいえと回答しているんです、はい。まあ、リバウンドが、ね、心配されるということで、はい、まあ、解除に不安とか疑問を持っている方は、うん、まあ、いらっしゃる。でいいえが122で、分からないが82、これ、はい、分からないも合わせるともう3分の2ということになるわけですよね。かなり不安を感じているということですね、はい。一方で解除で外出の機会は増えると思いますかという質問には139人が増えると回答しています。増えると答えていると、はい、うん。では次です。東京オリンピックの開会式をめぐる侮辱演出問題。渡辺直美さんが自身の YouTube チャンネルでコメントしました。はい、ということでユニバーサルスタジオジャパンはですね、現在入場人数を制限していまして、はい、来園に関しては住んでいる都道府県の移動に関する方針を確認の上自身の判断で行動してほしいということです。以上バズニュースでした。そんなコーナーじゃないですよ。よく食べてる。本当に箸が止まらなくて、でも陸前高田のものをね、ああやって上野さん差し入れしてるっていうところも心遣いさすがですよね。久慈さん岩手出身なのに全然知らない。いや岩手美味しいものがいっぱいあります。皆さん食べてください。以上規定が必要でした。続いて報道フロアから最新ニュースをお伝えします。朝から中堅おじさん芸人のじゃんけんすいませんでした。春は近づいてますよ。すごく元気ですね。いいですよね。はい、吉村さんありがとうございました。今週の目覚ましじゃんけんは福井県のブランド米いちほまれを30名様にプレゼントします。世界一、あの海外メディアも桃田選手が負けたということで、まあ、今大会の番狂わせだと非常に大きく報じているということです。ちょっと研究されてる感じしましたね。ショートのものをショートで返した後にロングでっていう、なんかこう一つで相手がね、まあ、桃田選手自身も、まあ、このように話して気を引き締めて、はいはい。でその他の日本勢ですけれども、女子シングルス奥原希望選手などがベスト4進出を決めています。続いてはこちらです。渋野日向子選手挑む吉村颯太キャプテンに話を聞かせてもらいました。エキシビションマッチ開催の話聞いたと思うんですけど、はい、その時どう思いましたか。悔いが残ったっていうのがすごいあったので、こう見せたいですか。支えてくれてる人だったり応援してくださる方々へ恩返しっていうか。頭が真っ白になってしまったそうなんですね、うんうん、はい。春高での連覇は果たせませんでしたが、今日と明日行われるエキシビションマッチで後輩たちに目標を与えられるエキシビションマッチになると思います。以上スポーツでした。金持ちのことの区別ができ、ここからはこの時間までに入っているニュースをお伝えします。緊急事態宣言の解除が決定されてから初の週末、リバウンドが懸念される中、街に変化はあったのでしょうか。どうなんだ、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。今週の目覚ましじゃんけんは福井県のブランド米いちほまれを30名様にプレゼントします。詳しくは番組ホームページご覧ください。今週の久慈さんは、私の靴も桜色です。はい、今夜君はフジテレビを見る。7時からは明日の夜は壮絶なサバイバルです。元メジャーリーガーに格闘家、エグザイルトライブなどがバトル。都県1都3県に発令されている緊急事態宣言が明日の21日に全面解除されます。
こちらは中央高速道路の様子